はい、どうも、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、大型のダンプトラックと並走を続ける路線バスの映像ということで、冒頭ご覧いただいた動画をもとに解説をしていこうと思います。こちらの映像は、あやとサロンの視聴者の方からいただいたものになっているんですけれども、東京都内の市街地道路を走行中に、乗客の乗降のために停車していた路線バスを追い越すような形で、前方に出ようとした大型ダンプが右側にいる状態で路線バスが発進し、その後ダンプトラックと並走するような形で路線バスもダンプトラックもお互いに進路を譲ろうとせず、かなり長時間にわたって並走を続けながら走行するというもので、一歩間違えれば互いに交通事故を誘発しかねない非常に危険な走行の一部始終を記録した映像となっております。今回映像を提供してくださった方のお話としては、バスの方が頑なに進路を譲ってくれなかったというようなお話をしておりましたが、自身としてもカッとならずにもう少し冷静に運転をしていればというふうに反省をされておりました。実際に私の方に映像を提供してくださったということで、ご自身としても改めて自分自身の運転を振り返るために提供してくださったものと考えております。今回の映像を道路交通法に照らし合わせて考えてみると、乗り合い自動車発進妨害という交通違反に問われる可能性が高いものとなります。この乗り合い自動車発進妨害というのはどのような交通違反なのかというと、道路交通法第31条2項において定められているもので、停留所において乗客の乗降のため停車していた乗り合い自動車が発進するため進路を変更しようとして手または方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両はその速度または方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗り合い自動車の進路の変更を妨げてはならないとなっております。今回の映像をよく見てみると、撮影者の車両が路線バスと並走状態になる約3秒前の時点で、路線バスの方が右ウインカーを出して発進する旨を合図しているものとなっておりまして、まあ、可能であればね、この並走状態となって、まあ、止まった状態ですね。この状態の時に先に路線バスを行かせてしまうというのが、撮影者の立場から見ると適切なものだったかもしれません。ただ、この段階でですね、確かに路線バスの方もダンプと並走状態になった瞬間、ほとんど同時に発進をしているということで、まあ、逆にバスの目線から見ると、まあ、このダンプトラックを1台行かせてしまってから発進した方が、危険を防止するという意味合いでは適切なものであったと思います。今回の映像を客観的に見て法律的に考えれば、まあ、道路交通法上はですね、まあ、バスの発進を妨げてはなりませんので、撮影者の車両の方にも落ち度があると思いますし、まあ、それは今回映像を提供してくださったご本人も重々反省しておられます。まあ、ただですね、こちらの映像を最後まで見てみると、まあ、確かに路線バスの方もなぜそこまで頑なに危険を顧みることなくダンプとの並走状態を続けてしまったのかという点についても、まあ、大いに疑問が残るところではあります。まあ、と言いますのも、今回ですね、並走状態の2台の車両がかなり危険な挙動に陥っていたということが客観的に見て明らかであるということが、今回の映像の最も重要なポイントであると考えております。まあ、つまり、バスの方からすると、発進妨害をされた後の行動ですね。まあ、この運転が適切なものであったのかというと、私の目線から見ると、互いに不適切なものであったというふうに評価しております。まあ、つまり、ダンプもバスも互いに心情にとらわれ、危険な運転を継続していたということですね。まずこちらの映像を見ていただきたいんですが、路線バスの方もですね、頑なにダンプを譲らないように前方の銀色の乗用車と異常に車間距離を接近させているのがお分かりいただけると思います。距離にして約30数センチであると思いますが、これが適切な車間距離かといえば明らかに不適切な車間距離であると言えます。このように危険な車間距離に至ってしまった段階で、路線バスの方も張り合うことなく、まずは気持ちを落ち着かせて一旦車両を止めてダンプを先に行かせてしまうというのが、路線バスの立場から見ると最も適切かつ安全な対処行動だったんじゃないかなと思います。まあ、今回の映像で一番気になるのは路線バスの車間距離ですね。まあ、客観的に見ても前方の乗用車に対してあまりにも接近しすぎていると言わざるを得ません。まあ、ダンプに対してですね、まあ、絶対に進路を譲らないというような意思が、まあ、こちらの映像からも垣間見ることができます。これが安全運転なのかというと、私は安全運転ではないと考えております。当然前方の乗用車との車間距離が近いということは、何らかの急制動等を前方の車両がかけた時にですね、当然避けることはできず追突することになりますし、車両総重量が10トン近くなる大型の路線バスが前方の軽自動車に対してこの車間距離で走行するということは、万が一の追突事故の際に容易に交通死亡事故に結びつくことになりますし、当然バスが急制動をかければ乗客の命も危険にさらす可能性があることになります。バスの運転手の仕事が乗客を安全に目的地に届けるためであるとするならば、まずは乗客の安全を最優先に考えて、決して張り合うことなく
1台先に行かせてしまうというのが適切な判断であったように思います。要は何のために安全運転を日常行っているのかという目的を確固たるものとして見失わないでいただきたいんですね。今回の映像に関しては私自身も撮影者の車両の方の行動を擁護するつもりもありませんし、バスの発進を妨害してしまったという結果を鑑みると当然ダンプの方にも落ち度はあると思います。ただしその後ダンプトラックと並走状態になった路線バスの運転が適切なものであったのかというと、私自身の主観から見ると決して安全な運転であったとは言えないと思います。私のチャンネルの中で言うのであれば、意図的危険観光行動に該当するのがこちらの路線バスの対処行動なんじゃないかなと考えております。つまり積極的にですね、危険な状況を自ら作り出してしまっているという点においては、並走を行っているダンプトラックもそうですが路線バスも全く同じです。双方がお互いに危険な状況を作り出しているという点においては互いに明らかな事実であると思いますし、路線バスの方もこの危険な車間距離に至る前に、ダンプトラックを1台先に行かせてしまうという対処行動を落ち着いて取ることで、避けられたことであるんじゃないかなと考えているわけなんですね。こうしたお互いにお互いを譲ろうとしない意地の張り合いから来る交通事故というのも過去に前例がございますし、こうした精神状態にある時というのはですね、やはり大きな交通事故に結びつく可能性が、とても高いものとなってまいります。ですので皆さんも日常の安全行動を見直す中でですね、自分自身が何のために安全運転を行う必要があるのか、何のためにプロドライバーとして仕事をしているのかということを客観的に振り返ってみていただいて、道路交通法上において相手が悪い、相手が間違っているということが明らかな場合においても、それに決して張り合わず、まず自分自身の仕事というのを見直していただくのも、こうした状況に至る前に自分自身のメンタルをコントロールする方法としてとても大事な要素となってまいりますので、ぜひ参考にしてみていただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。それではあやとでした。おやすみなさーい。